1 9 5参回、年の宮愛子さまと紀子さんではこんなに違うということで、お二人のお振る舞いを映像で振り返ってみたいと思います紀子さんその1、2023年11月17日、キルギス大統領夫妻とのご参加 紀子さん、ここで着席の時大統領には会釈をしてから座ってますえそして右隣のキルギス側の大臣の方だと思うんですけれどもこの方が座る時には一切無視ということで大統領の方しか向いていないということですね この後も右隣の大臣の方はまるでいないかのように全く無視されています。なんという失礼な行為なんでしょうか。さあそしてもはや驚きはありませんが秋篠宮さんは安定の地蔵でございます。 さあ、そしてここ一瞬なんですが、キ子さんのエア会話が見えます。スローでもう一度再生します。キコさんのね、この顔の先には誰もいないと思うんですが、一体誰と会話をしているのでしょうか。おそらくね、宮内庁の、まあ、あの、ちゃんとね、会話してましたよというね、証拠写真のためのエア会話としか思えません。 紀子さんその2、2023年11月28日ベトナム国家主席夫妻とのご参加。 さあ、そして、キコさん、今回も右奥の随行員さんですね。おそらくベトナム側の大臣だと思いますが、この方を完全無視されております。そして、この映像で大臣の後ろ側を通り抜けていらっしゃる方なんですけれども、えー、中日ベトナム大使の方ですね。9月のベトナム訪問では散々お世話になっておきながら、その大使がすぐ脇を歩かれているというのに、全く無視をしてます。なんという失礼な皇族でしょうか。 っていうか、皇族じゃないし、みたいなね、<laughs> そんな感じがします。さあ、そして同じく9月にお会いしたばかりのベトナム国家主席夫人、タム夫人に対して、秋篠宮さんは今回もまさかの地蔵でございます。っていうか、タム夫人もね、明らかに秋篠宮さんを避けてますよね。 そしてタム夫人の表情から非常に緊張しておられることが伝わってまいりますが秋の宮さんんは何のフォローもしておりませんこの使えないぶりはもはや金返せとね言いたくなるレベルでございます。 さあ、そして皆様お待ちかねの、年しのみ愛子様、2024年2月9日、ケニア大統領ご夫妻とのご参会の映像がこちらです。 ここで、ね、ちょっとね見落とされがちなのでスローでねもう一回再生したいと思うんですけれどもご自身がね座られるこの位置に疲れる時にこうすっとね早足で歩かれてるんですね。ここが非常にねこう優雅な身のこなしだったんじゃないかと思います。 そして都市の宮様はこのね右隣の大臣の方の存在もしっかりとね意識されておられて右隣の大臣の方にきちんと会釈をされてから着席をされてますね。 過去動画でもお話ししました通りこのねケニア大統領のことは皇后陛下にお任せになられてご自身はこの、ね、右隣の大臣の、ね、方の天道というか、ね、お世話をなさるんだというような感じで右隣の大臣の方と非常に、ね、こう笑顔で談笑されていらっしゃいました。 そして今回木篠宮さんが珍しく右隣の大臣の方と何か話しているんですけれども、まあ、何かを否定されているということでちょっとね、えー、このシーンもスローでご紹介したいと思います。 一目瞭然ではございますが紀子さんとの宮様の大きな違いは紀子さんはねあくまでも主役狙いでもう自分が自分がって言ってね、えー、前面に出てくるのに対しての宮様はあくまでも天皇皇后両陛下をお支えするというそういう立場の上で随行員の皆様をバランスよくおもてなししようと思っていらっしゃることが伝わってきます。本日の動画は以上です。